はい、えー、皆さん、おはようございます。もういよいよ今日3日目に、えー、なりましてですね、えー、今日が最後の夜ということになりますけれども、まあ、昨日のきの吉と多分盛り上がったんだと思いますで、朝8時から9時のこのセッション、えー、今回はこの、きのうさん、昨日のあの合同の会議なんかも見てわかると、ですね非常に、えー、国際的なというか、 まあ日本が果たせる役割は何だろうかっていうことを結構大きく話をすることもあるんですが今日はぐっとそのもしくは対局にあるかもしれませんが僕が一番大事だと思っているえ地域、それからえ人づくりさらにはあの次世代というですね大きな切り口テーマで話をしていきたいと思っております今日はあのスピーカー,えーもう二人だけですえ平田大地そして宮沢和美さんお招きします、はい。よろししくお願いいますはい ささて皆さん、はいえと、今日この二人がなぜここにいるかというと実はお手元にこの G1 の,の、えー、案内があると思いますが、えー、この中にですね、えー、ちょうど36ページというとこがありましてねでそこに「100年後を作る地域おこしと人おこし」というタイトルがついてますで、えー、宮田さんと一緒に今やっている取り組みの中で「来るちの森100年プロジェクト in 読谷」というです、ね、こういう新しい取り組みをしております。 で宮沢さんといえば皆さんご存知の通り t h e b o o の、えー、ボーカリストとして、あのー、ずっとこう島唄を通じて、まあ、世界でもお活躍してきた人なんですが、まあ、第二のふるさといわれる沖縄でもです、ねまあ、新しい取り組みをしているということであのこの「くるちの森100年プロジェクト」まず一体これ何なんだというところから少し宮沢さんに話を聞きながらです、ねえー、展開していただきますますず自己紹介を兼ねながら よろしいですか、とじゃザ・ブームというバンドで89年にデビューしまして、えー、その前はあの歩行者天国という原宿の井の頭通りというところであのロックンローラーとか竹の子族なんかが、えー、活躍してたそのちょっとあとぐらいに僕ら2年半道端でパフォーマンスしてたんですけども89年にソニーのオーディションでデビューしまして。えー 2014年にザブームは解散いたしました、えー、ですから25年周年を迎えて解散したんですが、まあ、その後ソロになりまして1年間活動したんですけども、えー、今月でちょっと歌手活動をですね一旦休止しまして、えー、先週ハワイであのコンサートしたんですけどそこであの僕は歌手活動休止ということでこの後は。 歌手という肩書を外してですね第二のふるさとというふうに平瀬さん紹介してくださいましたけれども沖縄の芸能がこれからも発展するように何か今まで経験したことをつぎ込んで僕なりに応援して沖縄の活性化といいますかそういうことにちょっと集中したいなということで。 歌手活動を一旦やめてですね、えーまあ、来月から沖縄に深くまた今まで以上にです、ね、関わっていこうと思ってます。はい。はい、あのます実は出会い自体は結構古いっていうかですよね、うん、あのもうすぐ二十数年ぐらい前になりますね,すね、はい、若い頃に映画に一緒に出たことがありまして、えー、それがきっかけだったんですがその時はちょっとしたすれ違いだあの出会いだったんですけど12分ぐらいだったんですよねだったんですがええー それかららししばらくして僕が現代版組踊り昨日見てもらいました子供たちの舞台というのをやっているとでいうふうな流れの中でその次の世代とあの伝統と創作というかそういったテーマで地域おこしを、まあ、やっているというのがあってですねで僕自身は演出家というよりは地域おこしの人なんですもともと小浜島って千らさんの島あれが僕の生まれた島なんですが、えー、その島で小浜島きびかり遠浪塾というですね 木かりをしたい方々を集めての農業体験塾っていうのを開いたでそれがきっかけで文化を基調とした地域をこし人づくりというのが僕のもう一生の仕事だというふうにまあ、えー、20代の前半で決めたわけです、まあ、そういったことがあってその子どもたちで舞台を作るというよりも人を作るってことをテーマで、まあ、沖縄で今から17年前にこの舞台づくりやってきましたでこの流れの中で、まあ、この「くるちの森」の話ですけどもはい、はい そもそも、くるつの森という、くるち自体がちょっと意味わかんないと思いますので、うん、まあ、三神の竿のですね、黒、はい、炭ですね、琉球黒炭のことを黒木をくるちと、まあ、島の言葉で呼ぶわけですね。うん、で、このくるちの森100年プロジェクト、なぜこのくるちの森100年プロジェクトをやろうと思ったのか、発起人は実は宮沢さんです。で、それを僕は相談を受けて、読谷村のザキミというところに、今、えー、3000本ぐらい、 このクルチを今植えてるんですね。ちょっとこのエキサツから少し、皆さんいいですか。はいはい、えー、っとまあ三信ここにまあのー、ありますが、三信の一番採料とされるその材料が黒炭。黒、えー、キーと書いてあのこちらの言葉でまあよ方言というか読み方はクルチというふうになりますけれども、えー、これが採料とされてました特にまあ山山。 石垣島であるとか東さんのふるさと小浜島なんかも取れますけれどもこの木が最良とされていてまあいい名木とされるもの300年300年ぐらいの,あの事例がある木がいいものが取れると。要するに え黒木というぐらいですから木が黒いわけですけどもそれは中心の部分なんですね中心が黒くて周りにこう白い部分がついていてその黒い部分が大きくなればなるほどたくさんのざんが取れるんですけれどもまあ名木と言われるものは4つに大体4本1本から取れて上下で8本ぐらいは取れるとされてますけどもそれは300年ぐらいただ皆さんご承知の通り戦争であるとかえあと乱獲 ままあ伐採ですすよねねと言いますかお金になりますからねお金になりますからね,ねで、まあ、三振だけではなく家具に使われたり調度品に使われたりするんで、まあ、本当に価値のある木ですから、えー、なかなか減っているとそして、えー、僕の話をするとその9 1一年に「島唄」という歌を発表しましてあの沖縄でもヒットしたんですけれどもその時にそれ以前は。 やっぱり時代的にも民謡であるとか古典音楽、まあ、三振を使う音楽っていうのはどちらかというと若い人にはあまりこう関心のないジャンルにだんだんなりつつありまして、えー、そういうのものはお,お年寄りがやるものじゃないのっていうような時代だったんですねそこに「島唄という歌がヒットしたことによって子どもたちも、えー、もう一回これを見直そうっていう風,な風潮がありましてね三振がものすごく売れたんですね で県外の人も引く人が増えたり外国の方も購入される方がであの増えてでもそれは宮沢さんあなたたちブームの功績だよなんて喜んでくださる人も当時いたんですけどもでも反面、えー、物事にやっぱり功罪がやっぱりあるんだなというう思ったんですけどもね、はい、いい要するに広く広がるってことはそれだけ伝統が薄まるっていう言い方もできると思うんですね。ここれは有意識ことでありまして その三振が売れるということは木がなくなるということですからしかるべき人のもとに今まで通りしかるべき材料が届かなくなるというそういう矛盾もあったんですねそれに僕は後から気づいたんですけれども「えー、あなたのおかげで島唄というかそのあの沖縄民謡そして古典音楽が広く広がったのはいいんだけれども、えー、あなたがヒットした後からだよ輸入が始まったのは」というふうに言われたことがありまして今はもう。 ほぼ100輸入に頼ってるんですけれども輸入先もだんだん減ってきていて、はい、輸入すれば今ちょっと守らないない状況も未来にはあるとそういう状況も聞きましてね、うん、だったらこの鋼材が物事にあるということであるならばやっぱり、えー、植えていこうというふうに思いまして、うん、まあ200年300年かかるんですけれども、まあ、植えなきゃ始まりませんからで、まあ、そんな苗も高いものではないだろうということで個人的にどこかに植えて えー、育てていこうというふうにあの考えたんですけどもね、はい、ただ先ほど平さんもおっしゃいましたけれどもやっぱり金銭的な価値が生まれてくる木ですから僕が死んだ後これは誰かが持っていっても盗まれても、えー、いうこともあるなとでは将来的に僕が管理できなくても人がこう手を出せない場所がないだろうかということです。当時平さんは 県庁の僕当時その沖縄県の文化観光スポーツ部っていう部があって、うん、その前の知事ですけどもから民間で部長をやってくれってことで民間投用で僕42歳で部長になったばっかりだったんですね、うん、ですから三振ってですね面白いことに今の話がちょっとこう補足すると例えば県庁の中でこれを議論しようとするとですね植えるのは農林なんですねけどもそれをおーこういう三振にするのは 伝統工芸のの作品にすするのは商工労働なんですよで実はこれを引くのは文化観光スポーツ部なんですね。だから部をまたがってですね、やらなきゃいけないということで、結構たらい回しにされてる案件だったんです。で議会でちょうどこのくるチがなくなりつつあるよと、どうやったらこのくるチを次の世代にできるんだと。なぜならば、伝統工芸品としてです、ね、認められてなかったんです。なぜなぜらばこの川が インドネシキヘビ輸入物、ねうん、そしてこの,あのクルチも輸入物ってことで産地が沖縄県でなければ伝統工芸品としての認定ができないとでですね植えようっ話がありましたこれを植えることで100年前倒しで伝統工芸品に認定してもらったんです2012年にですから沖縄県って面白いところがあってですねそういうふうに部を越えていくっていうきっかけもありますしそれから宮沢さんがたまたま 友人人でででもあるし知人だかからっってことで面白かったんですよねいきなり電話かかってきて部長室にドカドカってきてね10分だけ話聞いてくれって言ってねでその島内の先ほど話をされてでこのくるちを俺は植えたいんだとだから部長である僕に何かお願いしたいんじゃなくて友人として聞いてほしかったじゃあって帰ってくるんですよねそれを聞いてですねなんとかしなきゃなと思ってちょうど僕の,その住んでいる 読谷村というところがあるんです。これ全国で今、日本で一番あの人口の多い村で有名なんですけども、読谷村は赤インコというですね、三神の神様、三神の子祖が、まあ、三神を初めてこうう広めた人の、まあ、土地でしてね、その赤インコのおにちなんで読谷村では2008年からこの黒木を、黒地を植樹するという運動があった。3年間でだいたい そういう市町村の事業と終わりますよね。補助メニューっていうか。で、2008,9、10、2010年で終わって、2011年、ちょうど草ぼうぼうになってるんですね。2011年の終わりに宮沢さんに訪ねてきて、で、噂に聞いたその、くるちの森を見に行ったら、本当にくるちが見えないと。これ、これ、こんなもんで、草こんなに生えてるんですよ。じゃあ、まずこの読谷村から、くるちの森100年プロジェクトというふうに銘打って、 新しくその取り組みを、まあ、リニューアルさせてそれでやってみたらどうだろうかで宮沢さんに「来るちの森って新しく作んなきゃダメなんですか?」って言ったらまず今あるところからそれを整備しながらメンテナンスしながらどんどん広げていこうということで、まあ、再スタートしたというのが2012年そうですね、うん、実際自分で来るち植えたいんだといってこの展開っていうのはどうだったんですかね その先ほども言いました金銭的な価値があるので誰かに盗まれない場所っていうのはないだろうかそれは県の例えば所有地であるとかというところはないだろうかと相談をしたわけなんですけれども読谷の,のプロジェクトもあの事前にあるとそこにを再スタートさせるというあ世界遺産ですかね、ザキミ城の公園の敷地の中なので、はい。グスクがあるんです ですから世界遺産の敷地の中だったらこれ手が出せないだろうな、なかなかと。という意味で僕は僕う望んでいた場所を平さんが紹介してくださってもう願ったりも本当にそこをお願いしたいということで、えー、スタートしましてねただ、あのー、今100年プロジェクトと銘打ちましたけれども、まあ、先ほども言いましたが名簿になるのは300年かかるんですね。 だから300年プロジェクトではこれ誰もついてこないなっていう予感がいたしまして <laughs> 100年にしようと100年でできなくはないんですけれども、まあ、でも300年ぐらいかかると、えー、いうことで、まあ、気の長い話ではあるんですがでも誰かが始めないとやっぱり始まらないし逆を言えばば始始めれば始まるんです、ね、そうですすねねそ、ええ、ううも3年やりましたけれどももう今では月1の草刈り。うん 何、ね、かもう噂を聞きつけていろんな高校生がもう本当にあに来てくれたりね月に1回そのくるちのメンテナンスの草刈りをやるんですよもう朝2時間9時から11時とか結構集まってくれるんですで皆さん時々こうひょらっとくるんですよねそうすると見たらわーっとなったりしてであの月に1回のくるちの草刈り年に1回の旧暦の9月の6日をですね 9月6日って島の言葉で言って来るうちなんですなので月旧暦の9月6日をクるチちの日っていうふうに読谷村では実は制定しましてねそれで毎年この9月6日に合わせた形でまあ音楽祭やらシンポジウムやら勉強会やろうという,ようなことを展開し始めたわけですこれは結構今広がりつつありますよねやっぱりねそうですね えー、僕らも気を入れてあの音楽祭もね読の読ん村の場所を借りてやったんですが、えー、やっぱりそ,そんなにこう華々しいスタートでもなく <laughs>、えー、結構ねこ、えー、<laughs> じんまりとした音楽祭でスタートしたんですけどもでもあの回を重ねるごとに、はいえー、やっぱり僕は思ったんですけどみん皆さんがその音楽に関わる人間はやっぱ来るちが あの途絶えていくんじゃないかっていう恐怖感を皆さん持たれていて、何とかしなきゃなっていう気持ちは皆さん持ってたんですね。うん、ただ何をすればいいのかっていうのが漠然としていたところで、えー、僕らがウ、まあ、えようよっていうことをあのー、言ったもんですから、あだったら、えー、ちょっと参加したいなって人たちがもう毎年増えてきましたし、はい、僕らがやっていて一番やりがいを感じるところはですね、えー、僕らが演奏する側ですね。 で三振組合という組合があるんですけれどもあの、まあ、三振を作る職人の皆さん,皆さんそして僕らそれを演奏する人間そしてそれを聞く音楽ファンの皆さんたちこの循環がですね、はい、そのこのプロジェクトによって結ばれたんですね今までは別の世界で生きていた人間たちがくるうちっていうのえっていうことを中心に一つの,このつながりが持てたっていうことが今までなかったことで。 やっぱり一番大きい効果は僕もまあ話の、うん、聞きながら思い出したんですが学校を回りますよね、我々、うん、学校を訪問していくんですよでアウトリーチで学校を訪問してあの1時間の,あのお出かけクルチル森講座っていくんですけど、はい、子どもたちに今日はお願いしに来ましたということで、うん、あの皆さんの子どもたちにぜひこの森を守ってほしいということをお願いしに来たんだということを言いに行って、うん、でその後の感想文を読んでびっくりしたんですけれども。 二人いい人ですねっていいいううような感想なんですね <laughs> いい人でしたで要するに自分のお家に三線がありますとおじいちゃんの三線がありますでもこの三線がまさか200年とか300年前の木を使ってるなんて今まで思ってなかっただからこの三線って大事なんだな今からはこの三線大事にしますというふうな要するに意識が変わってくる。 僕はやっぱりそのくるちの話をしてくるちのプロジェクトを始めて僕自身が変わったことっていうのはこの生えてる黒木を見るとですねあここにあるわこれ立派だなって思うようになったことなんですねでこのプロジェクトに関わってる人たちのほとんど全てがこのプロジェクトに関わって以来はくるちに目が行ってしまうというですから皆さんやっぱあれじゃないですかねこの100年という大きな目標を立ててスタートをさせていくそして それを始めたことで今までみんながこう気づきのきっかけをみんなが気づいてなかった部分の気づきのきっかけを作ってきたっていうのはあるんじゃないでしょうかやっぱり。そこはやっぱりそのふるさとへの思いそして誇りですよねあ我々の島にはこんなに、まあ、当たり前のように三振があるけれどもそれが我々にとってどのぐらいの意味を持つのか、はい、価値を持つのか金銭的価値っていうことだけではなくてね。 えー、要するにその部分に気づくこと、うん、それをみんなでその先ほど言いました作る側演奏する側聴く側がみんなで一つの気持ちになってどうしたらこの誇りをずっと長いこと百100年200年300年と持つことができるのかっていう意味では一つの象徴だと思うんですねこのプロジェクトを続けることっていうのはその間にみんないろんなことを考えていろんな人が参加していく、はい、で300年後、えー、100年後 <laughs> で300年後にこう思いを馳せるという。 えー、その頃には沖縄の芸能は今途絶えていないだろうと想像することができる喜びそしてそこに託す喜びそしてもしこのプロジェクト僕らは見届けることはできませんがここにいる人間たちはただもし万が一あの300年後に本当に三振ができたとすればその間は沖縄には70年前にあった戦争が、えー、未来にはないということですから300年間平和が続くということですからそこも僕らはあの願うわけですね。 いや今日、せっかくですから三、うん、新の音ちょっと、ねはい、響かせてみましょうか今日はですね、まあ、次の世代とそれから来るチという、まあ、取り組み地域おこしと人づくりですから、あのー、スペシャルゲスト、えー、光君17歳です拍手よろしくお願いします <laughs> あここで光さんでこちらでちょっとスタンバイしてもらって皆さんちょっとせっかくですから彼の紹介をお願いしていいですかそうですね、はいえー、僕は、光は今、高校2年、えー ですけれども今から3年ぐらい前に僕は彼の演奏を聴いてびっくりしましてね3年前に聴いたんですか、ええ、あのですから沖縄芸能そして民謡古典、まあ、舞踊もそうなんですけどその未来を少しでも末広がるように僕は何かこれから活動していこうという、えー、気持ちでいるんですねそんな時にやっぱり彼みたいな存在がいるっていうのは本当に心強いですし えー、今、僕は民謡を記録する活動をしているんですけども、その中でも真っ先に彼には声をかけてですね、すすね記録させていただきました、17歳、はい、沖縄、こういうなんかね、昨日のあれもそうですけど、舞台も、1曲ちょっとじゃあまず、はいはい、これで沖縄という感じで、曲は何にしようか、まず1曲は、とてもめでたい、船出の歌ですね。はい 男女借りよしや、いらりさしみせろ、ほにのちな。 押しよしよしよし。 のふににかりよさわのしてはるようによいせ <laughs> なんちゃよいせささよいせ旅のいちもどいいとのいとのいからはる <laughs> ようによい

ありがとうございましたどうですか皆さん <laughs> 17歳でも学校はどこなんですかちなみに学校はですね変わった学校でして、はい、中古市区のインターナショナルスクールに通っておりますインターナショナルスクール、はい、ー普通に高校は三年生まであるんですかちょっとどうですか先生。<laughs> <laughs> 先生 <laughs> <こ>でもあのほんとくんなんかはいろんな人の先輩にこうあの教えを請って指示されて今のこう活躍されてるんですけどその縦のつながりっていうのもあの僕はさっき民謡を記録してるっていうふうに言いましたけどもそこは沖縄のすごいところだなっていう、えー、教えてもらう人が必ずたくさん存在するしで上の人は上の人でまた才能ある人を見つ子供を見つけるとどんどん自分の持ってるものを伝えていくし。 えー、そこはとてもこの,あの縦の線がしっかりしていて、うんえー、そしてこう、なんてひこう秘密主義でもなくあこの部分、こうしたらいいよなんて言ってあの先輩が教えてくれたりそこはすごいなと思います、ね、だからコミュニティが生きてるっていうことですよね,そうですねこの世代を超えたところで、うん、ちなみにいいくつぐらいからかやっての三審は三振はですねあの8歳の時からおまあ最初はあのカンカラ三審でカンカンでできた、まあ、ここの部分がカンカラの,あの三審があるんですけども。も 最初は遊びでやっててそれから本格的に始めたって感じです、ね、もう芸歴ですからもう1 0年近いわけですよねもうすでにねすごいですね <laughs> いやいやちょっともう一曲あの光くんが実はすごいのはですねあの早弾きといってまあテクニック難しいですよねこの早弾きの,あの曲っていうのが彼をすごく実は有名にしたかあの曲なんですけどちょっと一曲じゃはい。 それでは、えー、沖縄の勝ちャわしー曲でもあります「あっちゃめいごア,アという曲を、えー、歌いたいと思いますので、えー、聴いてください <music> さっさきよろはしばりろな一ちや縛りがよ夜の明けで手だの張り上がるまでに

사사 아시바진출라사오도라진출라사요 우리나라 체로 야야리가미가따다아참에과 혼누나야야토나마코 ありがとうございます。光くんでした。大きな拍手を。いはい、どうも。あ、書いちゃうの。<laughs> <laughs> どうでしたかね、皆さん。あのー、沖縄の場合。昨日実は、キムタカナ周りの。僕の教え子たちの、あの、舞台見てもらったんですけれども。 あの沖縄の場合は僕やっぱりこう若い世代が伝統であるとかその文化芸能っていうものにまあこうかけにえなくスッとこういけるというかそれはすごく強いと思うんですねなんかその僕のやってきた取り組みの中であの現代版組踊り着物かなあまわりもそうですけども伝統のいわゆるその組踊りっていうのがあって伝統があるから新しい創作というのがある。その 古いものと新しいものが常に同居してるっていうのが沖縄の魅力であり僕は強さだと思うんですけどもまさにそれをねちょっと今日体現してくれたような感じかなって気がしますがあの沖縄に僕がと出会った、はい、はこいの26年ぐらい前なんですけども正直言いますとあの他の県と変わらない印象がその時にあってっていうのはどういうことかっていうとやっぱりあの冒頭でも触れましたがやっぱり。 西洋の音楽の方がかっこいいよとか、えー、フォークソングとかロックとかの方がやっぱりかっこいいよっていう若者がそっちへこう傾く感じっていうのは正直沖縄でもありましてねいまだに沖縄のフォークとか沖縄ロックっていうのがう根強い人気があるのはそこがあ,のあるんですね、えー、ただあの僕はやっぱり二十数年間、まあ、少し距離を置きながら沖縄をずっとこう見続けてきましたので逆によくわかるような気がするんですけれども 本当にどんどん,どん,どんこう、あのー、若い子たちが、あのー、伝統音楽そして、まあ、舞踊も含めてですけどもやることが、えー、かっこいいことなんだ、うん、これは我々の島の誇りなんだっていう気持ちがこう芽生えてきてそれがだんだんこう成熟していく過程っていうのは光くんなんかの存在を見てもね感じる特にここ数年、あのー、それを強く感じますね。かっこいい っていう子どもが思えるものに伝統がなっているというこれはすごく大事な僕のポイントだと思うんですよね、うん、つまりその今日本全体で日本の中でその伝統を大事にするとかそのいわゆるアイデンティティというんですかね、うん、自分たちの根っこみたいなものをすごく大事だって言われながらもちろん2020年もありますからさらにそういうところですけど、はい、僕はやっぱりそのキムタカ周りをやった時もまず笛を吹く太鼓を叩く三振を引くで 伝統をかっこよくやってあげることで子どもたちがあちょっともしかしたらかっこいいんじゃないかなってところから、うん、自分たちの足元の伝統や芸能の文化に気,気づいていくっていうところにやっぱなったんですねそう,そういうことを考えてみるとまさに今の視点でこう全体的に何かこうかっこよいアプローチの仕方でね、うん、やっぱりこう日本であるとか沖縄であるとかって魅力を伝えていくってことすごく重要ですよね。 僕らのそれ僕は今50なんですけれどもね僕から、まあ、60代ぐらいのとこですかねさっき言いましたその西洋のものとか外国のもののかっこいいよっていう価値観これがねあのやっぱり僕はちょっと罪深いなって思うんですね、うん、そこで一つ、まあ、戦争っていう大きな区切りもありました,ましたけれども一つちょっとこうそこで途切れてしまったっていう感じがあって。 やっぱり、えー、それで僕もなんかあのもっともっと伝統っていうものをちゃんと伝えていかないといけないなっていう逆にに使命に感じるんですよね、うん、それがやっぱり来るちであったりとか、えー、その活動にも影響というか反映されてるわけです、ね、そうです、ね、ですすねから、まあ、伝統っていうものとあの革新的なものやっぱり両方あってこそ活性化があると思うんですね先ほど平田さんもおっしゃいましたけれどもそれくあの平田さんがやってらっしゃる組踊り。 そして、まあ、現代版組踊りと伝統的な組踊りそしてエイサーですね伝統的なエイサーまあエイサーっていうのは一説によるとあの念仏踊りですとかあの本土の方のお盆に先祖を迎えてまたおもてなしして帰っていただくというそれがまあ沖縄にも来たという説もありますけどまさにそういうもので伝統エイサーっていうものは厳かに。 道をこう地域の道をみんなで更新したりしながら、えー、おもてなしをするという,う祖先の例をねなくさめるという、えー、一方今すあの皆さんがこう目にするこうアクロバティックなあのー。 エーサーありますね、はい、創作エイサーというエイサーも2つあるんですね、うん、伝統をきっちり守りながらでも革新的なものも挑戦していこうとここは沖縄の僕はすごく力強いところであってね、はい、普通どっちかに傾くと思うんですねだから伝統を守ろう守ろうとすると若者たちが離れていって詐欺細っていくただ革新的なことだけやってると伝統の意味を忘れていって。 形外化していくっていう、どっちかに傾くことは僕多いような気がするんですけども、沖縄に関して言うと、その両方が。時にはこう。口論しながら。うん、意見をこうぶつけ合いながら。えー、でも両方とも、あのしっかりと根付いているっていうところは、これは芸能一般に言えることであったね。はい、そこがやっぱり沖縄の強さかなっていうふうに思いますね。了解です。ちょっとじゃあ、せっかくなんで、はい、全体統計にちょっと入ると、その。うん、あのフロアからのクロストーク。入る前に。はい 僕も一曲ちょっと横笛を吹いてもよろしいでしょうかはいなぜかというと <laughs> 今ちょうど宮沢さんがあの沖縄の文化というのは伝統と創作と常にこの行き来しているという話がありました僕もあの小学校6年生から横笛ずっと吹いてるんですねであの吹き始めてると 10人先生がいたら、10人が10人ともですね、お前の吹き方は違うってみんな言うわけです。で、ああじゃない、こうじゃないって10人に言われてですね、でもう祭りの本番の日に、もうわからない真っ白な状態でピーと吹いた笛っていうのが、終わった後に、これが昔から吹かれてる笛だと10人今言うんですね。沖縄の文化は揺れの文化と言われてるんです。ああじゃない、こうじゃない、ああだ、こうだ。言われながら揺れていくから、実はつながっていくんだって言われてる。 その褒められた笛を吹いてみたいと思います。<laughs> ございました。し月の会社節」という八重山の子守唄でございましたさあ沖縄らしいなんか音にあふれたちょっとセッションになってまいりましたけれども、あのー、この何かご質問をですねちょっと受けてそれに対して答えていくっていう,う全体回なんですけど何か質問とか何でも構いませんどうでしょうか、えー、感想でもいいですはいどうぞ 赤坂と申します本当に初心者のような質問で申し訳ないんですけれども先ほどあの家にある三振を大事にしようというふうにおっしゃってると皆さんのお家には三振がまず割とあるものなのかどうかそれから、えー、笛もしくは三振を子どもたちはどこで習うのかもしくは学校でそういう教育をしているのか A さんは多分やってるんじゃないかなという 想像がつきます例えば、えー、運動会であったり何かお披露目であったりでもその楽器のものを継承していくということは引き手がいなくてはいけないわけで、えー、その辺りはどのようなふうに教育がなされているのか教えてくださいちなみにですね私のまずお家実家小浜島には三線が2丁ありますで今読旦の住んでますけど読嫁旦の僕のお家には三線3丁あるんですでも二2歳半のちっちゃい子供がいますけども 三振は引くものって分かっててかます、ね、もういつもこうあの飾ってありますのでろまみたいなところにありますからもうあれ見てはチャラランって持ってきてこれを2歳半がですよ引けと僕,僕にですね引けってこういうのこうやるんですそうするとうちの嫁とか僕とかがもうこう引くとですね拍手してくれるんですよだからやっぱり2歳半からとかいうああちっちゃいとこから触れておくということというかそういうのも含めて結構 こう沖縄のお家には三振あると思います。光君のお家には三振は何丁ぐらいあるの？一丁ありますけど。うん。おじいちゃんもいます。ああ。だいたい僕のこう感覚でいうとこう親戚の中にだいたい一人ぐらい達人みたいな人がいるっていう感じがあるよね。ですからまあそれにあの付いて三振も何丁かこうある。 床の間に飾っってあったりする昔でいうとこう、えー、本土でいう刀が床の間にあるような感覚でいいものがあるだから大体いい身近に一人達人がいるっていうことはこれはとっても素晴らしいことで要するに何を言いたいかっていうと憧れる対象が身近に一人いるっていうことですよね。 これはあの僕、南米が好きで南米の音楽が好きで南米よく行くんですけどサッカーなんかにしても大体こうファミリーに一人達人がいてあの兄ちゃんみたいに僕なりたいっていう子供がいるってその続き連続性っていうのが非常に沖縄の伝統が途絶えない一つの要因であるしえそれはす感じまねこの方程式は本当にその通りですね僕も横笛は横笛がうまいお兄ちゃんがヒーローだったんですよ。 あの「ウルトラマン」とか「仮面ライダー」とかじゃなくてですねでその横笛の上にうまいお兄ちゃんが着ている横縦横,横線のです、ね、着物があるんですね、うん、笛を吹くのが大体いいこの若いお兄ちゃんが着る着物がもう憧れなんですこれ着るのがですからそういう憧れっていうのがやっぱりまず音楽に出会うきっかけになったんじゃないかなって気がしますよねだからやりたいなって思う子供が行く受け皿が。 いろんなところにあるんですよね。例えば読谷でしたら、赤いインコ三振クラブっていう子供たちを対して、はい。毎週土曜日、あの稽古するあります。ただで三振習えるという。 あとはやっぱりその師匠あの師範の人たちに本当にもう支持したければ弟子入りすることも全然敷居は高くないですしでまたそこを辞めてもまた次に行く受け皿もあるしそういう意味では僕は山梨県出身なんですけれども、まあ、民謡と言われるものは本当にそんなにたくさんあるわけじゃないんですが何かやろうとするとすごく。 あの大変ですよねどこへ行けばいいんだろう誰につけばいいんだろうそういうものが結構比較的たくさん受け皿があるっていうところは強いですね本当にあのすぐこう生活の中に音楽があって生活の中にあの歌とかそれから踊りとかっていうのがやっぱあるというのはまあ沖縄ならではかもしれませんがでもあのそれもやっぱりさっき言ったそのコミュニティがしっかりあるっていうのも大きな前提かなって気がしますよね。 すあといくつかありましたね質問が、えっとえー、そってそあ、また,ね、ただで教えてくださるとかもしくはその継承するという意味で子どもたちに上手に多分伝えていくあの形が残されてるんだと思うんですけれどもあの東京であれば。 例えば何か楽器を習おうと思えばお金を払って習いに行く探さなきゃいけないさっきおっしゃっていたようにですだからその継承していくという形が整っていなければあの子どもたちがえ興味を持つということになかなかつながらないと思うんですねでもこれだけずっと文化的にこういう独特のものが引き継がれているということにはやはりこう何かあるんだろうなとは思っておりましてなのでえどれぐらいの子どもたちが実際に例えばその 三振を弾けるのかとか、笛を弾けるのかとかっていうことにまあちょっと興味があったので質問させていただいたんだけど、はい、でも今のお返事でよくわかりましたのでありがとうございます。はい。あとどうでしょうか。あの申しいらっしゃれば。はい。よろしくお願いします。あ安部と申します。ありがとうございます。あのさっき若い世代がやはり。 この沖縄の伝統音楽をですねかっこよいと思うようになったっていうのはそれは何かやっぱヒーローがいたのかそのどこかで何かが変わるポイントが多分あったまあザブームなのかもしれませんけどもどういうふうにそのな何がきっかけでそういう変わってきたなとあるいは変わってきたなと感じられるようになったその辺りをちょっと教えていただければと思いますえと島うが発表された91年ぐらいですかね9 1 1年、えー、時代的に見ると、まあ、バブルが終わる頃って、えー、沖縄ブームが ありましたね、えー、そのきっかけの一つとしてネーネーズっていうグループあの千奈さだおさんがプルーズされた古茶美佐子さんが在籍していたグループ今もネーネーズあるんですけどあのメンバーチェレンジしたねっていう時代ですねで喜納翔輝さんという拝左義さんを大ヒットさせた <laughs> 昨<日>、えー、この人ですね喜納さんがちょっとブランクがあったんですけども。あの 東芝からまた「二代行かない」ってあれば戻もう出してもう一回復活した時でもあるんですねだから要するにヤマ、えー、といわれる日本本土と沖縄というところにあった見えないやっぱり文化的な壁がこう崩れていく僕は時だったというふうに感じてるんですね、うん、でディアマンテスというラテンのグループが結成する産を上げるちょっと前だったり w e g がデビューする頃だったり全てその辺に重なるんですね だからよく島田がきっかけで沖縄民謡がまた活性化されましたねとか三振が売れましたよねなんていう,う話を聞くんですけどそうじゃなくて実はそういう時代え大和と沖縄の間にあったこう門がですね鉄の重かった門が開く時に僕らがそこにいた気がするんですねで平田さんも多分同じ世代ですからその門が開くところにいて。 時代を目撃したというようよな感じ方があるんですねだからそれからやっぱり b ギ g i n も皆さんご存知の通り本当に沖縄を代表する歌集ですしディアマ a ティスというグループ今沖縄で拠点にして活動されてますけれども僕らも含めて。 えー、そういう人間たちが沖縄の音楽ってかっこいいよねっていうことをまあ消さんも含めてやったことによって子どもたちがそれをこう見てあ自分も離れたいな三振を習いたいなって増えたっていうその門の扉を開けた時に僕らが見たその喜びとか感動を、えー、子どもたちが見てるからかなというふうにも思いますね。たただ先ほどどもも言いましたけれども僕らののの時時代代ちょっと上の時代は西音,の音楽へ どうしても飛びついちゃったところがありますから、えー、そこでやっぱりあの僕のやふるさと山梨の方でもやっぱり伝統ってもちょっとダサいよな格好悪いよなっていうのが、えー、そこでちょっとしぼんでしまった部分があるんですがただ沖縄っていうところは今話している通りいやそうじゃないよこの島の誇りを大切にしようよって機運が高まると一気にやっぱり子どもたちがまたあのやりだすというそういうこうなんていうんですかねエネルギー、はい ママグマのようなエネルギー常にこう湧いているという感じは実感としてありますね、うん、島言葉ばって沖縄で,です、ね、今、島言葉ばと島の方言を見直すという今すごく運動が、うん、ムーブメントが起こっているんですね、まああの。イデオロギー抜きにしてやっぱ自分たちの根っこを考えるというのはすごく重要だと思うんですが僕、一方で,です、ね、あの県の部長になって初めて実はクラシックを聞きに行ったんですね。で文化の え行政だからってことを言ったんですけどその時に言われたのが「平田さんクラシックは世界の共通言語なんですよ」って言われてですねでなるほどなと思ったのが島言葉もも大大事事けど英語も大事ですよね同じように僕はあのこれからの一流の島んっていうのはそのいわゆる伝統芸能沖縄の,この古いものも大事と思う心と同時にさっき言ったその西洋的なものとか新しいもの,その今まで古い古典的なものも見に行く。 手に取りに行くってことがなければ新しい島の地にはならないんじゃないかなと思ったりしてまさに今話を聞きながら思うのはあのそういうことでの,そのさっきの揺れの文化ですねそういうのやっぱりあるのかな沖縄はその引き出しがすごくこう多彩だというか彩りがあるというか昨日の子どもたちもバンドのメンバーいたんですけどもあのキーボードを弾く子が三振を弾くとかですね太鼓を叩く子がドラムを打つとかですねもう本当にこの あの幅が広いんですよね。今と昔がそういうのはあると思いますね。ちょっとせっかくなんでもう一人はい。あと2 23名ぐらいいました。はい。じゃあ、あのお二人行ってからあ,あ,あのまとめてあのお答えしましょうね。あ,うあ、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。はい、じゃあ、あ生駒さんからじゃあすいません。えっとす,すごく素敵な。今お話をお聞きできたなと思ってるんですけど、あの私もずっとファッションの仕事してきて。 10代の頃はアメリカ人がイギリス人になりたいと思ってたようなもうかぶれまくってえまあパリミラノばっかり行ってたんですけど5年前に伝統工芸に出会って。 なんかこう運命的なものを感じまして今ファッションと伝統工芸をつなぐような仕事をしてもういろんなあの日本全国を回らせていただいてるんですけどあのクるチだけじゃなくて例えばあの漆も今日本産の漆にしようっていう動きそれから蚕、えー、ですね養蚕業がもうほとんど衰退していたのを、えー、復活させようっていう、まあ、単語とか中心に始まってます。あとスクモって,言って藍染めの原料 ですねあのもうなかなか途絶え始めてたのをもういろんなところでこう植えていこうっていうもう本当なんかゾクゾクするようなこう我々がものづくりの原点に変えるような,あのなんか日本人が日本人探しを今始めてるで海外でもあの19世紀後半すごく浮世絵とかあの伊勢型紙が出てってヨーロッパに影響を与えたんですけど第2の私ジャポネズリだと思ってましてもう世界中から 日日本本ラブコールすすごいですよね、日本の文化に対して。なんかこういろんなことがこう重なってなんか文化的には日本はもう今すごいルネッサンスというかすごい時期を迎えてるなっていうふうにワクワク感じてるんですけどあの、まあ、このクルチーの,あのプロジェクト素晴らしいと思うんですけど沖縄の中で皆さんどのぐらい認知度があってあの、まあ、一般の方が。 こう関わってる方だけじゃなくて、あの応援しようという機運があるのかないのか、あるいはもうそれを起こそうとされているのか、その辺もちょっとお聞きしたかったんです。ありがとうございます。はい、じゃあもうひ方、はい。すみません、大島と申します。ありがとうございます。私もあの和菓子屋をやってるんですけれども、江戸時代からずっと続いてる和菓子屋をやっておりまして、今自分がすごい気になっているのは、その伝統というものをとその日常生活がいかに切り離さないで。 は昔はものすごい自分たちの性格の身近にあったものが今は特別な日のものになってしまっているような気がしてそこをいかに日常に戻すかというところに気を止めているんですけれども今のお話を聞いて聞かせていただいてすごくそのまあ小さい時からすごく普通に。 音楽があってすごいいい素敵だなという,ふうに思いました。で、その中でご質問なんですけれどもあの、まあ、揺れの文化というお話もあったんですけれどもその今三振というもので奏でられている音楽というものが昔のままの昔とか、まあ、こう伝わってきた音楽をそのまま奏でているのかそれともそのクラシックとかアメリカのようなものの影響を受けて少しずつ変わりながらも三振という楽器は一緒だけれども内容が変わりつつあるのかその辺をお聞かせいただければと思いました。 お二つ話がありましたけどもど,どっちかもしお答えできるんであればじゃあ、読みたんの「くるちの森、ー」クルチノモリのプロジェクトはですね本当に今、えー、アーティストとそれから行政とそれから地域のいわゆる商工会青年部というまさにそういったところで今中心でやってまして本当に地道なんですが、あのー、やっぱり近年そのフェイスブックとですね、通じてこの日に草刈りやりますというと。 あの本当にここに参集してくれる方々増えてきつつあるんですよね。で、えー、一方でその、まあ、宮沢さんという方があのやっぱりこう温度を取ることであのこう今まではなかなか関心がなかった人たちが関心を持つきっかけにもなってますのでそれぞれの役割をそれぞれの人たちが共同でやってるという意味では非常に新しい地域おこしの形なんじゃないかなっていうちょっとそういう機運を感じてます。えー、行政も そういうういで言うならば僕らが間に入ることでその地元にいるアーティストが間に入ることでそのいわゆるその県外のアーティストの皆さんとのつなぎを行政とやってあげるということで非常にそういった面では当初は商工会の専念部長にやってもらおうと実行委員長を思っていたんですけどもう村長が、ね、自分からこう名乗り出てきまして、ね、ずっとこれやらなきゃいけないんだと100年続くんだから読谷村がある限り村長が実行委員長をやるということで。 次の村長に申し送りするからということで村長実行委員長になってましてそういったふうにすべてをあの網羅しながら取り組む形というのを、まあ、理想的にしながら今、着実にそれがあの進行しつつあるということだと思います、はい、そして皆さん、えっと、あれはどうでしょうかその2つ目の質問があった、はいまあ、今ので付けこわいとい,いうと、はい、植物ですから病害が怖いですね。 で単一作物の植え付けみたいな形になっちゃってますからですから一つが病気になると多分まずいことになるのでこれはリスキーなんで今、僕らが考えているのは他の自治体にも呼びかけてちょっと分散させて、えー、例えば重山,山のほうにも植えたりしてもしここが台風とか病害でだめになってもこっちがあるよなというふうに今なるべくしていこうという,そうです、ね、畑で言えば補助っと言ってです、ね、<laughs> 災害があったらこのぐらの。<coughs> そういった紅葉のような国葬塗りをただ、読谷ではまだ3年目なんでとにかくここをまず中心に盛り上げていかないとみんなにアナウンスできたりにないんだろうなということで、まあ、象徴として今、はい、読谷を遊歩道を作っていただいたりしてちょっと充実させてそこからアナウンスしていこうという今段階で将来的にはね少し場所を広げていこうと思っています。あと、えー、僕はね 沖縄と僕が個人的に好きなブラジルっていう国があるんですけどね共通するところってあるんですかなんてよく聞かれるんですけど、まあ、かなり違う文化であるんですが、うん、1一つ共通して言えるのは例えば、エイーサーでドーンドーンってやったとする三振をこう練習するとする苦情が誰もないですね、沖縄ってところどこで演奏してもあやってる、やってるって頑張れよっていう土壌なんですよね。<laughs> これブラジル行って3番の練習3番の楽器って非常に音が大きいんですねだけれども誰も文句言わないですねこれはね東京でこれやったらねもう5分後には警察から連絡来ますよ <laughs>、はい、この文化の土壌ってここは非常に大きいところだなって気がするんですね、えー ただちょっとあの今すごく沖縄の素晴らしいところをずっと話してきてますが一つ一つっていうか気になるところはまあ平瀬さんはその伝統と例えば英語そういう世界共通言語も大事だってお話をされてそれはもちろんそうだということを踏まえて言うとあの新聞社の データだと思うんですが今シマウコドウバって言いましたけど沖縄の言語独特の言語がありますけれども沖縄方言っていう言い方をする人もいますが方言ではないと思うんですね沖縄の言葉だと思うんですがこれを読みい聞,き聞いて話せる人のパーセンテージっていうのがいよいよちょっと少ないぞと10%ぐらいじゃないかっていうふうに言われてるんですねこれ10%ってかなりレートゾーンであのかなり努力しないともう戻れない数字だと思うんですね。はい ここはやっっぱり何があっても守らないともちろん英語であるとか世界共通のところを取り入れるのはもう大賛成なんですがこの各、うん、一番来る地でいうとこの黒い部分のコアの部分がやっぱり崩壊してしまうと崩れていくと思うんですね。古典音楽、えー、さっきひかり君が歌ってくれた「民謡」これも意味がわからなければやっぱり楽しくないですから。 集まる人も減っていくそうすると歌い手のモチベーションも下がっていくっていう悪,あの悪い循環が来ると思うんですねですからこの10%を守るために何かできないかっていうのが、まあ、個人の話をさせていただくと歌手活動をちょっと休業して一番守りたい活動していきたい中心がそこなんですねただもう一つ言えるのは沖縄民謡っていうのは僕らのふるさとの民謡とちょっと違いましてね僕らのふるさと、まあ、僕の山梨の民謡なんか振り返るとまあ 荒れるる川があるんですけどそこに、えーまあ、防波堤みたいなものとかダムのようなものを昔の人は作ったんですけどそのために作るためにつらい労働を克服るたるの歌であるとか馬を引く歌であるとか、うん、で沖縄の民謡ってはそうじゃなくてもっと流行歌に近いんですね歌謡曲にだから恋の歌がものすごく多いですね男女の恋愛の歌それはあの他県の民謡ではあまり見られない傾向だと思うんですがですから。 今 BEGIN が歌って「四万十の宝」ですとか「なだ曹操」とか夏河りみちゃんの曲とかそういうものってもしかしたら100年後には民謡って言われてるかもしれませんね。なぜそういうことを言うかっていうと「移民子歌」っていう歌とか「男女リ流シっていう歌をさっき歌いましたけどこれができた当時って多分かなりハイカラな 新しい音楽だったと思うんですね。で、移民講座なんていうのは当時沖縄が貧しくて大阪であるとか、横浜であるとか。海外に移住した,した方の。 思いであるとかを組んだ歌なんですけどもそれも結構その当時はきっと新しい流行歌だった気がするんですねですから民謡っていうのは非常にさっきの揺れの文化なんて言いましたけど、うん、時代とともに変わっていくものだってこうでなきゃいけないってものではないですからそれは古典音楽とはちょっと違うところですけどもですからビギンの歌も100年後に沖縄の伝統的な民謡だねなんて言われる揺れの部分がきっとあるんでその辺はちょっとこう楽観的にも見るんですけどもでも。 コアな部分を守りたいなっていう思いはありますね。うん。どうでしょうか。はい。ありがとうございます。そのあの時間なんですかどあと言いますか大丈夫でしょうか。はい。あのまとめの方にじゃあちょっと入ってみたいと思いますが、あの実は今日えっと皆さんあのお手元のこの百の行動っていうですね、えー、G1 が出てる本の中のまさに55っていうポイントのところですね。そこにあの。 実は、えー、今日の話と少しリンクするところがありましてね日本の伝統文化を現代に合わせてパワーアップし進むを広げようということであのまさにその伝統芸能であったり伝統文化の士気を下げて現代に合わせたビジネスモデルを確立せようとまあこれあの提案の中の一つで、えー、この提案されたものを、えー、あの実際にこう行動すると日本が変わるぞというまさにこのグローバルの。 あのこの g 1の中のです、ね、大きなポイントでもあると思うんですが僕はあのやはり先ほどひかりさんがねやっぱりこう三振を引いてそれでこう見事にあの今と昔を軽々と超えてるような感覚というかそこにとっても感動するんですねで何よりも地域おこしとかっていうのは僕は若い世代だけじゃないと思ってるんです実は僕の生まれた小浜島ではですね今 KBG84 という 小浜島ばあちゃん合唱団84歳平均年齢ということで84なんですがあのはい昨年ですねあのメジャーデビューしましてね「紅白」目指してたんですけどもあのキャッチコピーがすごいんですよね「天国に一番近いアイドルユニット」って言われてるんですでこのおばあちゃん合唱団がチュラさんが20年前に会ってそれでもこの,あの,あの沖縄小浜島元気だよっていうのを 発信し続けてるこれ20年前に実は僕が小浜島にいるときに立ち上げたこのなんですであの合唱団なんですけどもこんなふうに地域おこしとかっていうのは次の世代と同時に実はおばあちゃんおじいちゃん元気な地域は子どもたちも元気だっていうことにやっぱ気づくわけですよねですから地域おこし人づくりっていうのは決してこう限定されたもんじゃなくてもう本当に一億総活躍社会ですから。 本当にすべての人たちにそういうチャンスがあってそれを展開していくっていうのすごい重要だなと僕思ったりするんですね。皆さん一言もし最後に何か付け加えて、えー、締めにそうですね、はい、平さんのふるさと、まあ、小浜島ですが八重山地方って言いますねたくさんの島があって、はい、芸能の島、はい、沖縄の中でも特にやっぱり濃い。 芸能のところで特に石垣島の白穂というところがあるんですけれどもここは大島康勝君とか荒幸、はい、人君とかもう沖縄を代表する人たちがあの生まれ育った場所でね芸能の集落というふうに言われてますが、はい、ここに僕があのあのお年寄りのグループがありましてね、えー、それも流行歌を歌うグループなんですけどそこにお邪魔して一緒にこう語らってお酒を飲んだ時があったんですがあのとにかく元気なんです。 飲め飲めで踊りだして歌いだしてって休む暇なくずっと続いて1時2時とても僕はもうついていけなくて途中 <laughs> ですいません失礼しますって帰ったんですが、えー、ずっと音が聞こえるわけですこれ後で聞いたら朝まで続いたっていうんですが窓を開けてもう大音量でやってるんですが先ほども繰り返すようですけど誰も文句を言いませんでお年寄りがとにかく元気。 僕らが寝てても、えー、ずっと歌い続けてるやっぱりその今の平瀬さんがいあのおっしゃったことで思い出したんですがちっちゃい子どもその2歳,2歳半の子が三振をこう、ね、壊すでもなく遊ぶでもなくなんとなく憧れがあるっていうところ始まって天国に一番近い、えー、ところまで元気であるという <laughs> このつながりここがぶれることなくまっすぐ本当にくるちの木のようにまっすぐつながっている強さこれはね僕ら他の 県の人間たちもモデルケースとして見習うところがあるしそうでなきゃいけないと思うしそうあるべきだと急に思いましたね。と、はい、いうことで、えー「100年後を作る地域講師」、「指導講ということでスピーカー宮沢一実さんと一緒にお送りさせてもらいましたあありりががととううごございましたありがとうございました。